持つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを空けよ。しかと見よ。しかし技を見せてみよう、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。防げ、ヒロキ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。何年言ったらわかるんだい。これは売り物じゃねえ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。サバ、アサリ、スズキ。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで困ってんのさ。商売上がったりだ。なんとか切り盛りしてるってとこさ。じゃあもう一杯遅れよ。少しでも年になるな。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりませんから。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ぬすっとどもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しくだされ。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら黄泉の国まで追いかける。じゃあ抜けとけ、わしの番じゃ。勝負事は相手の意志と結果が保つものが制すものじゃ。ヒロキ殿、今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。急ぐだ、逃げろ逃げろ逃げろ。何者かの襲撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上はあれほど急いで。拙
車から離れませんよ。先生を見つければ。やつらは宇宙におるよ。助けてやってくれ。誰か。物の符は誰だ？して読み送りにせが奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。拙者、マイカ殿が無事であればよいが。なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。塵も積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの花。頭をかすめて。会社は水来てくれるんだい。